こんにちは皆さん、今日は台北めちゃくちゃ天気がいいです。32度ぐらいあるのかな。昨日もすごく暑くて、ただ今日は全然雲もない、すごい晴天でですね、ちょっと今日は散歩でもしてみたいなと思います。どっから行こうかな。ちなみに後ろに見えるのがこれ台北101、これです。近くに行くとすごい高いですけど、今日は日曜日の午前中、朝の8時ぐらいで、ちょっと朝ごはんを食べて少し運動でもしようかなと思って、こちら見えるのが政治大学です。国立政治大学の社会学院の建物で、この中で僕は勉強してます。政治学科は7階ですね。南の7階奥かな。で、最近なんか YouTube 何投稿しようかなってちょっと悩んでて、なんか友達のハヤトってやつが Vlog を始めて、なんか1日のいろんな、なんだろう、通学の様子とかをこう動画に撮って切ってまとめていく Vlog やってみるって言って、なんか最近そのいろんな人の Vlog を見るのが好きになって、なんか出来上がった動画だけでも面白いんですけど、なんか Vlog、 普通の動画より Vlog の方がなんかリアルな生活とかを見れてなんか面白いなと思って、なんか僕もちょっと今日 Vlog みたいなやってみたいなと思って、と言ってもまあ今日は歩くだけなんですけど、この台湾の、まあ、今日はすごく天気も良くて空気も美味しいです。こういうところを、まあ、普段動画で撮らないようなところを撮ってみて、それを編集してみようかなと思います。まあでも別にそういう動画あまり向かなかったら、まああんまり撮らないようにして、とりあえずテスト的にやってみたいなと思います。カメラ変えますね。ここは台北でも南の方に位置するところで、まあ、比較的静かな市内とは全然また雰囲気の違うエリアで、旅行者の人は台北動物園に来るときにこのエリアは来ると思うんですけど、まあ、だったら台北動物園の方まで歩いてみるかな。それぐらいしかこのエリアに有名なスポットはないので。これだ、ここに書いてますね、表示が見えるかな。右に行くと台北市立動物園と、もう一個マオコンっていうゴンドラがあるところがあって、左に行くと松山ラインの一番南の森林園っていうとこと、夜市がある人名夜市っていう、夜市がある人名っていうところに行けるみたいです。台北動物園、台北市市立動物園の方に行ってみたいと思います。奥に今動いているのが地下鉄です。文庫線って言って茶色ラインですね。あれ今終電の動物園に向かっているとこです。で、あっちの方見えるかな、今バスがちょっと見えるところ、見えないかな、こっちにあるのが動物園なんですよ。いやー暑いな、かれこれ8分ぐらい歩いてんのかな、もう。いやー天気いいけどちょっと水分補給必要ですね。これ今天気アプリ見たら32度ありました。32度もあるのか。もう体感はもっとありますけどね。あ、地下鉄、地下鉄って言いながら文庫線は上を走ってるんですよ。なのでなんかモノレールみたいな感じですよね。で、今行ってる方角に行くと市内の方に行って、ですね、南京復興駅っていう中心の緑線とかがあるところまで行けて、あれで確かいくらだったっけな、26元、30元ぐらいで行けたのかな。30元前後で行けるので、確か100元、市内の中心地からこの動物園駅、政治大学最寄りの地下鉄駅までは100円ぐらいなので、すごく安いですよね。交通費は本当に台湾安くて、いいです。バスの初乗りが15元かな、15元からで、だいたいいくらだ、50円ぐらいで、 MRT
あれも20元とか16元20元ぐらいからで、タクシーが70元とかなんで、本当に台湾のあの交通は安いです。で、あとウーバーも使えるようになってるので、あのウーバーに乗るとタクシーよりちょっと安く乗れるってのもあって、最近はウーバーで、あの終電なくなったらウーバーで買えるようにしてます。なことかな。暑いな。自転車とか、あった、これがマオコンって言って、耳の空、耳じゃないや、猫の空って書いてマオコン。まだ僕実は行ったことないんですよ、あそこ。なんだっけ、ゴンドラに乗って上まで行って、なんかお茶ができるとこがあったり、なんか観光地ですね。あー、涼しいとこにちょっと来た。少しは涼しいんじゃないか。すごい、ここ手洗い場があるのは、まあ、あったかいな。手洗い場があるのはまあ普通なんですけど、これ石鹸ですよね。石鹸がそのまま置いてある。すごいな。でもなんかこれ置き場みたいな感じですよね。ここの公園に来てます。なんかこのミニカーみたいのできるとこもあったり、また地下鉄来てますね。結構頻度10分に1本は来てるかな、もうちょっと、いや5分に1本ぐらい来てますね。いやー、じゃあちょっと手洗います。あれ何、帽子売ってる人か。あー、分かった、動物園の前で帽子売ってる人が準備に来たのかな。着いた、動物園駅着きました。めちゃくちゃ暑い、暑いし、暑い。ちょっと危ない。まあそんな感じでした。動物園はあれです。なんか赤い T シャツ着てる人が多い。よし、じゃあ政治台の方に帰りたいと思います。あと最近見るんですけど、このオーバイクってやつ、オーバイク APP、 なんかここの QR コードをスキャンして借りれるやつ、なんかすごいな。アプリ入れて QR コード認識してできるってやつ、すごいハイテクなレンタルサイクルですね。あっちで今乗ってるのは、今もう完全普及してる U バイクってやつなんですけど、その最近今のあの O バイクってやつも徐々に、まあまだ数は全然負けてると思うんですけど、あの U バイクってやつは各ステーションが決まってて、あの黄色いバイクなんですけど、あのなんだろう、止める場所決まってるんですよ。だから駅から駅とか、その駅から体育館前とか、その決まった場所に止めないといけないから、すごいなんか場所探すのが大変で、あのこっちの手前にあるやつ、オーバイクだとやっぱりちょっとあれだな、少ないな数。でもそうそう、このほんとこの1ヶ月ぐらいで見かけるやつ、これこれオーバイクだと、多分これあれなんですよ、どこでも停車できるっていうメリットがあるので、これからこれにどんどんシフトしていくんじゃないかなと思って。北京はモバイク、MO バイク、なんかあの友達がインターンシップで働いてたんですけど、そのモバイクってところがすごい大きな勢力みたいで、まあ台湾もみんなやっぱ自分の自転車は別に持ってないけど、あれ5元で借りれるんですよ。5元で借りれるってことは、あのバスとか乗るのの半額なので、近くだったら全然これでいい。で、あのこれの登録の仕方、これが U バイクです。これの登録の仕方なんですけど、あのこのマシンでできます。ちょっと暗くて見えないな、ちょっと待ってくださいね、熱っ。そう、ここに会員になったり、その1回借りるやつとかあって、そのヨーヨーカードっていう鉄道に乗れるカードがあったら、それを
タッチして電話番号と紐付けるっていう、まあ、ちょっとでも旅行者の方はもしかしたらハードルが高いかもしれないんですけど、まあ、ここに英語もあるのでぜひやってみてください。これあの各ステーションこういう風にあって、あとアプリもあってですね、そのこのステーションには今何台止まってるかとかで、返す時にはここにまた差し込んでピッてタッチして、ここタッチで借りれて、普通はピッてしたらこれが乗れるような状態になって、返してピッてもう一回タッチって感じで、そうすごい便利なんですよ。でこれ作ってる製造元もジャイアントじゃなかったかな、台湾のメーカーのジャイアントの製造だったと思います、確か。うん、でもあと広告貼ってるやつとかもありますね。全部が全部じゃないですけど、これだったら銀行とか、まあでもそんなに多くはないね。広告貼ってるやつは貼ってるって感じで、貼ってないやつの方が多いかな、まだ。銀行の玉山銀行ってとこと、この U バイクの会社みたいなところが貼ってますね。で、あとゴミ箱があります。よし、じゃあ今日はこんな感じで。まああんま長くなると見るのも疲れると思うので、とりあえずこんな感じでした。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。